はい。おはようございます。沖縄、おばばでございます。あら、倍率が変わってしまいました。ちょっと戻しますね。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうかえー、今日もね、もうめちゃくちゃ暑いですよね。えー、まあ、関東の方はまた明日から35度以上になるということで、まあ大変なことになってますね。なんか、日本各地。 はい。なんか、120年ぶりの暑さだそうです。120年ぶり。まあ、120年前も暑かったってことですよね。っていうことはですよ。はい。えー、120年ぶりの暑さっていうことは、120年前も暑かったということでございます。はい。えー、なんでね、えー、なんていうのかな。今、今、 急に暑くなっているっていうよりも、どっちかっていうと周期的なものなんでしょうね。はい。えー、周期的なものなんでしょうね。えーまあ、地球もね、こう、バイオリズムがありますんで、えー、多分そういうことなんじゃないかなって思っております。はい。えー、皆さん、本当ね、気をつけてください。暑さにはね、えー。昨日ね、私、本当夜、初めてです。こんなこと。えー 二回も起きました。汗だくで。もちろん冷房つけてます。冷房っていうか28度のドライにしてあるんですけど、夜寝るときはね、冷房じゃなくてドライなんですけど、それでもま、まあ、なんていうのかな。エアコン、まあ、回ってるんですよ。ちゃんと。はい。で、汗だくで起きました。もう、しょうがないんで、二回目は本当に、あのー、汗をかいてしまったんで、パジャマも着替えました。 うわって感じですよね、この厚さ。はい、えー。なんで今日はパジャマの洗濯が2着分でございます。<laughs> もう本当にね、えー、おかしいですね。本当。もうこんなことありませんよ、私生きてて。<laughs> 今までなかったんですね。まあ120年ぶりですから、120年前にはね、生きてませんでしたから、まあ当たり前なのクラッカーなんですけどね。 まあそういうことでね、皆さんも本当に、えのあの、気をつけてくださいね。本当暑さだけは。あの、ここに来てねえ、熱中症でピーポーパーポーなんてね、あの、シャレになりませんからね。はい、シャレになりませんから、はい。なんで、えー、皆さんも、あの、まあ、日頃からね、えー、まあ,あ、できたらね、あの、用事がないときは、用事がないときはね、 えー、まあ,あ、空調の効いた室内で過ごすことですね。はい、用事がないときは。はい。まあ、用事があって出かけるときはまあしょうがないんですけど、まあそういうときはね、えー、ペットボトルとお塩ですね。はい。ペットボトルだけではだめですよ。中にちゃんとね、水分入れてないと。あとマイ、マイボトルでもいいですけどね。はい。えー、とりあえず水分と塩分だけはあ持ち歩いてくださいね。 よろしくお願いいたします。はい。えー、まあね、本当に大変なことになってるんですけど、こんな大変な中、はい、えー、これ昨日のね、えー、昨日ちょっとびっくり、見てびっくりしたんですけど、えー、C の国、はい、C の国では雪降ってました。7月30、31日かなにね、えー、 東北部で雪降ってました。えって思いますよね。はい、まあ、たまにこういうことがあるんですよね。<laughs> 本当に異常気象ですよね。はい、異常気象です。はい、えー。まあ、そういうことでね。皆さんもあの体調を崩さないようにね、えー、気をつけましょう。もう自分自身でね。管理していくしかございませんからね。 えーまあ、そんな中入ってきた、まあ、今日のニュースなんですけど、中野東さんですね、えー、チェーハンのお国が声明出しましたね。はいやったよと。やったよと。まあ、どうなるんでしょうか。まあ、とりあえずね、えー、限定的にはなって、まあ、収まるとは思うんですけどね。はい えー、彼らのあのー、本当の目的はそっちじゃないんでこういうふうに騒ぐっていうのは騒いでない方の準備をしていると思った方がよろしいかと思います。はいわかりますよね言いたいこと騒いでない方の準備はね着々としてますから彼ら <laughs> ここら辺ですよなんでね、えー、対局を我々対局をね見落とさないようにいたしましょうはい。 えー、そういうことでございます。あとね、まあ、これ、買ってる人いないと思いますけど、私の視聴者さんの中にはね、いないとは思いますけど、やっぱり安かろう、悪かろうですね。買ってる人はいないと思いますけど、まあ、朝のニュースでこれ、配信されてたことなんですけどね、買ってる人いないと思うんですけど、シーンですね、シーン。 はい、シーンとしてるあのシーンではありませんよはい、えー、まあいろんなものを作ってる、まあ、メーカーさんですよね C、えー、の国のね、えー、なんか水着とか浮き輪とかねそういったあいわゆる、えー、夏物ですよね夏物の医療とかまあ医療って言ったらいいのかどうか分かんないんですけどね水着なんで。 医療とか、そういったあなんていうのかな浮き輪とかあ、まあ、ビーチ関係のものですよね。えー、そういうものから。なんか岩石、岩尾さんを、ねえー、発する、はいえー。お察しくださいね。岩石、岩尾さんを発する、ね、物質が、数百倍の基準で見つかっているみたいです。 えー、岩石岩尾産を発する基準が数百倍、えー、規定の数百倍で見つかってるみたいです。あのー、本当私日頃から言いますが、やっぱり安かろう悪かろうなのかなって思います、ここら辺になるとね、えー。まあ安くていいものも多分それなりにはあるんでしょうけど、まあ、 訳すかろう悪かろうですよね。なんで、我々の消費行動をですね、安ければいいっていうね、そういう感覚から、ちょっと、ちょっとずらした方がよろしいです。安いものには罠があります。そして、ただのものには、もっともっと罠があるということを忘れてはいけません。 これかくんにしてくださいね。<laughs> かくんに。はい。安いものはよくない。はい。で、ただのものはもっともっとよくない。そういうことでございますね。まあ、高いものの中にもね、気をつけないといけないものっていうのものございますけどね。はい。まあ、安いものの場合は、 まあそれが顕著に出ているっていうことですよね。はいえー、昔からあの安かろう悪かろうっていうね日本のこのことわざというかね、えー、ありますよねそういう言葉が。これをねやっぱりあの今の若い人たちにも伝えていかないといけないと思うんですよね。はい。えー、まあ安いものではなくてねある一定の品質ですね。はい あある一定の品質がああって長く使える、まあ、いいものを、えー、私たち消費行動で示していかないといけないんじゃないかなって、まあ、原点に立ち返ることですよねそう思います、えー、まあ何度も話しますけどね、えー、私が子どもの頃ははい、えー 今よりも多分収入ずっと少なかったと思うんですよ親の収入ねでも洋服なんかね普通に今と同じぐらいの値段しましたからね今より高いかもしれません、はい、T シャツ1枚1キュッパでしたちょっと可愛いのだとまあねヘインズの T シャツとかね3枚1500円とかっていうのはありましたけどまあそういうのじゃなくてね 女の子が着るようなね、女子のちょっと可愛い T シャツとかね、えー、シャツとか、スカートもサンキュッパでした。普通に。私が高校の頃。ええー、なんでね、もう本当、あの、考えないといけないかなって思います。はい、この辺ね。えー、あんまり安いものに惹かれすぎてては、ちょっとね、 えー、本当にいけないんじゃないかと私最近本当に身にしみて思うようになりましたまあもともと高いものがねセールで安くなってるっていう分にはいいんですけどね <laughs> はい、えー、まあそういうことでございますまあ安いものといえばの,の話になってしまいますけどあのー、朝のニュースでね、えー、あのユニクロの社長が出てましたはいユニクロの社長これ、あのー、貼っときますね ニュースねでねまたおかしなことを言ってるんですよまあ,あこのユニクロの社長さんいいこともやってるんですよあのアジア女子大ですねアジア女子大に、えー、お金をね結構あの毎年寄付してるみたいなんですよでこの女子ア,アジア女子大なんですけど、えー、どうやらあまあ世界中のね、えー、貧しい出身の方で 勉、えー、学を志したいという方をまあ,あ受け入れているっていうまあそういった学校なんですけど、えー、日本にはあここの卒業生が誰一人いないそうです。はい、誰一人いないそうです。なんで日本がもうちょっとね、えー、まあ、こういった人たちをね、えー、受け入れることとか、あとまあなんていうのかな、あ知的 知的仕事をする人たちをもうちょっとあの受け入れてみるのはいいんじゃないかみたいなこと言ってたんですね。で、そのためには日本にえ、まあ、来てみてね、えー、住んでみて、まあ、よかったなって思える国にしないといけないねみたいなこと言ってたんですけど、あのーって感じですよね。あの日本に住んでいいなって思,う思える国、昔はそうだったんですよ。 はい。昔はそうだったんですよ。わかりますだから、いろんな外国の人があ、まあ、移民ではないですけど、まあ、学校の先生だったりね、英語の先生だったりとかで来てるんですよ。昔は。はい。私が、まあ、あ中学、高校の頃もそうでしたね。うちのえちっちゃな住んでいた町でも、あの、いましたから。 英語を教えてらっしゃいましたねはいで、日本が好きでやっぱり住み着いた人っていますよその頃の方が良かったんじゃないんでしょうかねはいだから外国人を受け入れなくちゃじゃなくて日本のね文化をもうちょっともうちょっとね大事にしてそうすると海外から日本の文化好きの人がいっぱい集まってくるんですねで、あと今のこの給料ですよねなんか どの例みたいな給料ですよね。これを何とかしないと集まってきませんよね。あの日本人の意識云々の前にそういうことなんじゃないんでしょうかね。はい、え外国人を受け入れましょうもじゃなくてえ、昔いっぱいいたんですよ。そういう人、外国の人、日本文化大好きでね、え日本に移住してね、まあ良かったって言ってる人いっぱいいたんですよ。いっぱいいたんですよ、本当に。 わかりますで、ほとんど知的な人ばっかりでした、そういう人って。はい。知的なあいわゆるね、職業の人ばっかりでした。はい。なんでね、ユニクロの社長さん、この人分かってんのかなって思いました、ちょっと。もうちょっと、あの、日本のね、文化を大切にして、まあね、あの、独自のね、価値観とかをちょっとね、 えー、もっと大切にしない大切にしてると外,外国のね日本好きの人が武士道精神だ何だって言ってねえ華、ー、道を習いたいとかね、えー、まあお茶お茶をね茶道を習いたいんだとか言って、えー、来るんですよいっぱい集まって皆さん知的な人ばっかりですはいなんか勘違いしてるなって思いました 今ねそういったいいものをどんどん金繰り捨てていった結果変な話なんですけど文化もねへったくれもないこういった国になってしまったんじゃないんでしょうかね。でもって海外の人からは日本に行ったって稼げないしねみたいなあまあ文化とかそういったものではなくてねそういう観点からしかね見られていない国になってしまったのは そういうことじゃないんでしょうかね。すごくね、朝、これちょっとまあ今日の一番の話題かもしれませんけど、えー、このユニクロの社長さんのね、言うことを聞いていて、うーん、それちょっと違うぞって思いましたね。はい、えー。文化的な人をもっと入れろじゃなくて、 えー、入りたいっていうようなね日本の文化学び学ぶようなねそういった文化文化心を、えー、自然と集まってくるような国にしないと駄目ですよね。はいまあ、そういういことですもうちょっとね日本人は東洋のねまあ何て言うのかなあ東の国なんでね東の果ての国なんでまあいい面をねもうちょっとあの思い出してね、えー、大事にしていきましょう。 えー、そういうことでございます。まあ古臭いことを言ってますけど、私。まあまあ古臭い人間なんでね。はい、えー。そういうことでございます。それではこちらのね、えーまあ、ニュースの方も貼っておきます、えー。皆さんはどう考えられるんでしょうか。はい。どうぞ皆さんのご意見もね、聞かせていただければと思います。はい。えー、禁はやめてくださいね。<laughs> はい。それでは、また。 ごきげんよう、沖縄おばばでした。今日も一日よろしくお願いいたします。